いい浮かびっぷりですね。プリミティアプレイヤーエールです。今回はホバークラフトを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、最新の素材と技術を使っていい感じに浮かんで移動できるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは少し前に作ったホバーバイクを解体して、ホバークラフトを浮かせるのに必要な64個重ねたドローンを取り出します。そしてその周りにホバークラフトっぽく水に浮かぶ草をぐるっと貼り付けていきましょう。焦がしているので茶色になっています。ここから後ろの方にホバークラフトの推進力になるプロペラ用のモーターを2個横に並べて取り付けましょう。反作用をなるべく受けないように、どちらのモーターも両軸化して片方を反転させることで回転方向を変えておきましょう。こうすることでお互いのプロペラが反作用を打ち消して傾かないようになるはずです。そしてそのモーターにつけるプロペラの軸は、なるだけスピードが出るように、60度くらいの急な角度にしておきました。こちらを4つ複製して、それぞれ回転方向に気をつけながら、モーターに取り付けていきましょう。軸を付け終わったら、プロペラの羽を用意します。こちらの草の板は、見た目は1枚ですが、32枚重ねているので、なかなかの空気抵抗があります。こちらを4枚、それぞれの軸に取り付けました。羽が大きすぎて、幅が足りなかったので、広げています。こちらを回して、回転数を測ってみると、画面左側が 79rpm、右側が 78rpm と、ほとんど同じでした。これなら、お互いが同じくらいの反作用を発揮するので、打ち消し合ってくれるはずです。ついでに、前にヘッドライトをつけたら、この状態で浮かんでくれるか、試しておきましょう。私が乗って、固定を解除すると、おっと、後ろに傾きました。バランスを良くするために、前にロケットエンジンを追加しましょう。重ねた燃料もくっつけて、さらに、風車に当たらない場所に、ハンドルもつけておきました。この状態で固定を解除すると、ギリギリ浮かんでますね。ここからさらに、プロペラとロケットエンジンを切り替える、ロータリースイッチと、そこに繋がった配線、4本重なった、4倍バッテリーを追加したら、スイッチの動作チェックをしましょう。まずはプロペラから。ちゃんと回っています。続いてロケットエンジン。こちらも問題なく、噴射してくれてますね。そしてどこも燃えていません。それでは固定を解除して、前に進みましょう。ダメですね。重量が重すぎるのか、ほとんど浮かばず、地面を這うように進んでいます。抵抗が強いので、スピードも上がりませんね。ここでとりあえず、ロケットエンジンに切り替えると、これなら進みますね。ぶつかって壊れてしまいました。もっと高く浮いてもらうために、燃料を減らして、軽くしていきましょう。とりあえず半キロ、取り外しました。この状態で乗ってみると、ちょっと遅いですが、さっきよりはまともに進んでますね。なんと、ここでぶつかって、草の部分が外れたせいで、軽くなって高度を上げて、速い速度で進み出しました。これはこれで、魔法のほうきのようで、面白い乗り物ですが、ホバークラフト感はありません。そしてここで、木にぶつかって壊れてしまいました。処理落ちしているのか、
なかなか踏み込みませんね。しばらく待つと、弾き飛ばされました。ここから、さらに燃料を減らして、浮かびやすくしましょう。仕上げに、攻撃用のタングステンの刃をつければ。よし、これでホバークラウドの完成です。この状態で、早速乗ってみると、移動中に斜めに傾くことで、いい感じに浮力が増して、浮かんで進んでくれています。ちょうどいいバランスですね。速度も結構速いです。そして、そのまま海の中に入ると、周りの草のおかげで、水に弱いドローンが、水に接触せずに、浮かんでくれています。ホバークラフトっぽくていいですね。速度は大幅に落ちましたが、実用的な速度です。再び陸地に差し掛かると、ドローンが活性化して、浮かんでくれました。なかなか快適に移動できますね。そして、海の上を進みながら、ロケットエンジンに切り替えると、噴射しましたが、3秒くらいで終わりました。少し物足りないですね。そのまま進み続けて、バッテリー切れしたところで、自爆ドローンに破壊されてしまいました。壊れ方が派手でいいですね。カメラの位置を固定して、旋回能力を見てみると、浮かんでいるおかげで、抵抗も少ないのか、かなり小回りも効いています。このままカメラに近づいてみると、いい浮かびっぷりですね。そのまままっすぐ進んだ後、ぶつかって壊れてしまいました。次は私の視点にして、速度を確認してみましょう。プロペラ能力で進んでいる間、どんどん加速していって、平地だと秒速 8.3 メートル、下り坂だと秒速10メートルくらい出ています。そして、水の上を移動する時の速度は、秒速 2.2 メートルでした。ここで、ロケットエンジンに切り替えると、秒速 6.1 メートルくらいまで、加速してくれました。水の上でも、かなり軽快に旋回することができるので、なかなか操縦しやすくて快適です。それでは、移動能力の次は、攻撃能力を見てみましょう。木を狙って体当たりしてみると、よし !13129 ダメージ。なかなかの大ダメージです。ついでに隣の木も破壊してますね。続いて、ドローン工場の壁です。加速しながら、衝突してみると、913289 ダメージ。壁の破壊も楽勝です。続いては、風力発電機です。よく狙って、加速することでーす。19691 ダメージ。さっきより威力は落ちましたが、無事に破壊できました。では次は、こちらのザゴキャラの大群を狙って、ホバークラフトで、体当たりしてみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。遠くから移動しながら、加速してぶつかると、いい感じに破壊できています。でも、処理落ちするのか、途中で引っかかりますね。それでも結構倒せました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。デコボコした地面も、浮いているのでスイスイ進めます。ここでロケットエンジンに切り替えて、よし、ザコキャラに突っ込むことができました。私は放り出されてしまうので、ホバークラフトは、勝手にどこかに行ってしまいました。操縦しなくても元気ですね。それでは最後は、イエロースライムに効くように、タングステンをガラスの針に付け替えたら、こちらの巨大スライムを狙って、ホバークラフトで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか？離れたところから、狙いをつけて突進すると、
狙いを外しました。次こそ当てますよ。今度こそ外さないように。慎重に加速して進んでいくと、やったー、 27,924 ダメージ。巨大スライムを倒しました。ブーストで加速しながらしっかりガラスを突き刺して一撃で破壊することができましたね。それじゃーん、この勝利を祝してスライムを燃やしてしまいます。燃えるものを集めてきて火をつけます。うん、いい感じに燃えていますね。よし、スライムを美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたホバークラフトさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まあ